厚見湾は愛知県南部、または南東部にある三河湾東部を占める湾、厚見半島に囲まれている。鎌郡市の竹島三河湾西部の千田湾を対応、なしており、千田半島南端の弾ずみ先と矢作古川川口西方の生田花を結ぶ線が、厚見湾と千田湾の境界となっている。湾内の竹島、やや内陸の三金山などの継承地があり、 釜マ市近辺やキンペミ半島北岸には海水浴場が多い。当初、砂浜、岩石海岸など景観の変化に富み、内湾のため波は穏やかである。三河湾国定公園に含まれる。地形は浅い海盆状であり、豊川水系から続く中央構造線が湾の中央部を東西に走っている。中央構造線以北は花崗岩が卓越し、 中央構造線以南の姫島は、蛇ン岩、竹島や三河大島は、変化城下交岩が卓越している。厚見半島線端部にはかつて、西山砂丘があった。豊川田原市の厚見火力発電所が真郷う市の、ラグーナテンボス厚見湾の東部、海抜5メートル以下の旋回は埋め立てられて、工業地帯となった。今日では、厚見湾の海域の、 約半分が参加港の港域であり、三河港は1964年に重要港湾に指定されている。三河港の周囲の豊橋市や田原市には、自動車や造船などの工場が立地しており、トヨタ自動車田原工場、愛心田原工場、フォルクスワーゲングループジャパン本社、メルセデス・ベンツ日本、プジョーシトロエンジャポン豊橋 VPC、ボルボカージャパン豊橋 VDC、 ホードジャパン、ジャガーランドローバージャパンなどが立地している。かつて仙海部では、海苔やアサリの養殖が行われ、全国有数の海苔養殖地として知られたが、1972年には、東三河臨海工業地域の埋め立てによって、養殖地の大半が消滅した。湾内では、沿岸漁業が行われている。ありがとうございます。